はい、こんにちは、山形県の塩田養鯉場です。ヤフオクにね、出す鯉をまあちょっと撮影したいと思います。お客さんの方からね、まあ水槽で飼える鯉はいないかって連絡数名の方からまた来ましたので、大変好評をいただいております。うちのね、小さな鯉をこれからね、写真を撮ってまあ販売したいと思いますので、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、何をね出品しようか迷うところなんですけど、作ってみてね、そこから決めたいと思います。あっちはね、小さいサイズは15度に温度をとっております。調子もねいいですね。餌食いもいいですし、まあ、だいぶ大きくなりましたね。これは去年のね6月、今日はねまあ新年明けましてね、おめでとうございますの、1月の2日なんですけどね、まあ約6ヶ月くらいでね、ここまで大きくすることができましたね。黄金も綺麗ですし、まあこれからね、色揚げの餌とか与えることによってね、キンキンになってきますのでね、まあ光物系とはね、あとはまあ紅白もね綺麗なのいますし、あと昭和三色はねこれから化けてきそうな良い鯉たくさんいます。さて、綺麗なところいますかね。どれを出品しようかですけども、一回すくうと寄ってこなくなっちゃうか。どれ、ちょっと仕分けしたいと思いますね。じゃあ、はい、綺麗なところいないかな。昭和三色ですね。ドイツ黄金の小さいやつですね。昔黄金ですね。水槽飼育でね、ちょうどいいサイズです。まあ、ヒレナガのね、金賞はですね、水槽サイズですね。ドイツ三色ですね。ドイツ三色綺麗ですね。これドイツ三色。これもドイツ三色。はい、戻します。これは少し大きいところね。まあ五色綺麗なんですけども、縦鯉なんでね、これはね立てたいと思います。今はねそんなに大模様なので、これもドイツね三色縦鯉なのでね、これもまあちょっと大きくして立てたいと思います。まあ今綺麗なのはこれ綺麗ですね。ドイツ黄金ですね。これ綺麗ですね。大きさも18センチくらいですね。綺麗なドイツ黄金です。五色、これも縦鯉かな。クジャクですね。綺麗ですね。紅クジャク、まあ出品してみたいと思います。写真撮ってみてよければ。まあ黄色いね、この針分け系統です。まあ、もうちょっとね大きくしてから販売したいと思います。これも金賞分けと、まあ帰国流のまあ愛の子、一応帰国流なんですけど、金賞はですね、これが金賞はです。金賞はですね、これもドイツですね。あ、こっちはねカテゴイ系統なので、もうちょっと大きくしてから販売したいと思います。はい、ここら辺のものをね写真撮ってね出品したいと思います。まあ黄金とかもビカビカ光って綺麗ですしね。ここら辺はね、まあ金賞はですね、金賞はドイツ三色ね。ここら辺は帰国流ですね。ちょっと青系の、まあ令和錦もかかってると思うんですけど、青系の帰国流ですね。あとまあクジャクですね。クジャク、
ドイツ、三色。まあ、ベニゴイはどうするかですけど、ちょっと写真撮ってみてね。あとは、金昭和ね、のヒレナガですね、これ。金昭和のヒレナガ。ロングフィンですね。はい、じゃあ写真を撮ります。はい、金昭和のね、ロングフィンですね。ヒレが長いです。11センチくらいですかね。まあ、水槽ではね、ちょうどいいサイズだと思います、このぐらいですと。池とかでしたらね、小さくても、ああ、どこ行ったか分かんなくなっちゃうと思うんですけど、水槽飼育はね、最近人気ですのでね、60センチ水槽とかでも買えると思います。まあ、10センチぐらいでしたらね、60センチ水槽だったら、まあ、30匹ぐらいは買えると思うんですけども、まあ、20センチぐらいになればね、5本ぐらいにね、絞ってもらって、買ってもらった方が錦鯉はいいと思いますね。大きさによってね、水槽で買える量が決まってきますので、まあ、最初は少なく入れてもらって、あとね、徐々にね、足してもらうっていう方法がいいと思います。で、多すぎるとね、やっぱ過密飼育となって、まあ、ろ過槽とかね、ろ材の方がね、汚れる原因になりますのでね、まあ、いっぱい海水は、まあ、こまめにね、手入れ、管理できる人だったら、過密飼育でも大丈夫なんですけども、ゆったりね、飼ってもらうとね、まあ、ニシキゴイ飼いやすいと思います。今ので11センチですね。続いては、まあ、青系のね、帰国竜ですね。令和ニシキっていう名前で、うちで出してるんですけども、まあ、帰国竜とね、秋水がね、の血が入ってるのでね、ちょっと秋水色のね、種の色が、腹の方にありますね。はい、これで18センチですね。18センチの飛行機竜と令和二色の愛の子ですね。続いては、はい、ベニクジャクですね。水槽飼育でね、横見でいい鯉じゃないでしょうか。横から見てね、上からも見てもまあ悪くはないと思います。大きくしても悪くない鯉だと思います。大模様になった時に迫力出るような模様ですね。こういうような模様は、まあ、小模様すぎるとね、大きくなった時物足りない模様になるんですけども、まあ、こんな感じのね、大模様でね、まあ、頭の顔の面も割れ、火でね、割れてるんでね、かっこいいですよね、こういうのはね。水槽でもね、横見、かっこいいです。19センチぐらいの、ベニクジャクです。ベニクジャクは、まあ、色はね、餌次第では、まあ、真っ赤になってきますんでね。そこら辺は、色揚げの餌とかをね、しっかり食わせてもらえれば、全く違う色の紅になってきます。その分、まあ、色揚げ食わせる分ね、白地とかがちょっと黄ばんだりとかもあるんですけども、まあ大きくなってくれば抜けてきたりとかするので、まあかっこいい紅クジャクですね。ドイツ黄金ですね。ちょっと数件ね、お客さんからドイツ黄金がいないかっていうことで、まあ連絡来ております。まあこれも綺麗な個体ですので、ぜひね、水槽で飼っていただいていいと思います。大きさは17センチ、18センチですね。まあ 17.5 ぐらいの大きさなんですけど、18センチですね。はい、ドイツ黄金ですね。かっこいいです。いかがでしょうか。続いては、まあ普通の山吹黄金ですね。まあノーマル的なものです。山吹黄金、黄金は14センチかな。はい、ベニゴイですね。もう水槽で飼育してもいいですし、真っ赤な鯉です。で、ベニゴイ、これ原種に近いね、丈夫なベニゴイだと思います。ベニゴイっていうか原種に近いんですよね。マゴイっていう黒い鯉と、まあ系統が同じで、まあ書物によると216歳だったかな、226歳、ちょっとどっちか忘れちゃいましたけど、そのくらいね、生きたとされる丈夫な鯉ですね、ベニゴイは。まあ腹の方もね、赤いですけど、まあここら辺白いんですけど、はい、ベニゴイの頭鰓ですね。13センチかな。13センチ。まあ長生きするね、鯉です。まあ上手に変えたら長生きする鯉ですね。やっぱりね、鯉ってまあ基本ね、人間くらい長生きするんですよ。まあ、人間もね、まあ、100歳まで生きると思うんですけども、人間くらいね、
100年生きるんですよ。上手に飼えばね。餌とかがね、だいぶカロリーが良くなって、いっぱい食わせて太らせてる鯉とかは、やっぱり、まあお相撲さんと一緒でね、まあお相撲さん長生きするかはちょっとわかんないですけど、まあ語弊があるかもしれないですけど、その、いっぱい食べてね、いっぱいこう太ってる方って、まあ、あんまりね、判明って言われてるんですけど、鯉もね、一緒でね、太ってれば、やっぱり綺麗なんですけども、判明なんですよね。逆にね、細くてね、そんなに食がないっていう人も結構ね、100歳ぐらい生きたりとか、食べない人もね、長生きしたりとかするんですけど、鯉も一緒でね、冷たい環境で食が細いと鯉は長生きするんですよ。だからまあその花子っていう地鯉はね、多分冷たいところの井戸水みたいなところで飼われてたんで、まあ、細く長くっていう感じで生きたんだと思うんですよね。まあ何でもそうですね。動物、亀とかもね、その心臓がこう特って遅いらしいですよね。それ心臓とかってネズミみたいなのやっぱり1年ぐらいしか生きなかったりとかすると思うんですけど、やっぱりその冷たい環境でじーっとね動かないで、餌もねそんなに食わないで、生きた鯉はね長生きします。綺麗さっていうことにかけては、今はね技術の進歩で、まあ品評会とかでもねすごいボリュームの鯉を作ってきます。餌も良くなってます。でそういう風な鯉はね、まあ綺麗な期間もまあ若い時だけなので、15センチ、金賞はかな、終わりの金賞、まあどっちを取るかですけど、長生きを取るか、今のね綺麗さ、品評会に通用するような綺麗さを取るかですけど、まあ、普通に飼ってもらえれば40年ぐらいは錦鯉はペットとしては飼えます。ただ人間がねちょっとしたミスでね星にしちゃうことあるんですよね。まあエアポンプが止まった、電気が止まったとかでね止まったりとか、あとはねいろんなその人間もね免疫をつけて大きくなってるのでね、いろんな免疫に打ち勝って鯉も大きくなってくれます。大きくなる個体にほどいろんなね病原菌とね経験してね、まあ眠り病だったりとかもね経験を経て大きくな個体はなっていきますね。だから小さい時はね一回もね眠りにかかってないので、まあ、眠りにかかった鯉がいれば、それにね、感染して、それに打ち勝つことによって大きくすることができますのでね。打ち勝たないといつまでもね、弱い個体ですのでね。あっちも餌食いが始まりました。餌食いが始まりました。で、こっちは大きくしてないので、餌も食わせてないですね。こっちもまあ、1日にね、6回ぐらいはね、餌を食わせてますね。バクバク食ってます。こっちはもうすぐに春まで大きくなると思います。30センチ超えるものも出てきますね。ここだとこっちだとまあ大きくなってね15センチとか、まあ春先で20センチぐらいになればいいなっていう鯉が入ってます。はい、残りがねこんな感じで、まあここら辺の鯉をね出品していきたいと思います。はい、金賞はですね、金賞は、まあ、上から見て綺麗な鯉だと思います。これは大きくしてもらってもいいと思います。まあ、金賞は大きくすると模様変わったり色が変化したりとか、まあ、しやすい個体ですのでね、まあ、そこら辺も楽しみうちとして飼育してもらっていいと思いますね。墨がね変わりやすいんですよね、金賞は。だからまあよく変わってくれればいいんですけどね。鯉はね、悪くも変わりますし、良くも変わりますし、難しいですよね。だからそこら辺がね、面白いですよね。簡単なものでしたら、やっぱりすぐ飽きてしまいますもんね、人間が。趣味はね、難しいほど、極めた時の達成感がね、面白いですからね。いろいろ皆さんも勉強してみてください。はい、先ほど写真撮ったのは、ドイツね、ドイツの3色ですね。大正3色ですね、ドイツの。まあ、水槽でいいんじゃないですかね、ここら辺の鯉は。ドイツ3色は15センチですね、これ。はい、続いてまた、ドイツ3色。
これは水槽よりは、まあ、上見だから大きくしてもらってもいいですし、まあ、シンプルなね模様ですんでね、小さくて可愛いですね。14センチぐらいかな、13センチですねこれ。まあ、水槽でも十分可愛いと思います。同一三尺、はい、13センチ同一三尺。続いてちょっと小さいやつ、7センチだろう、9センチぐらいのね、ドイツオーブン、水槽で飼いたい人、いいと思います。このぐらいの小さいサイズ。ドイツオーブンの、まあ9センチですね。大きくないですけど、やっぱ水槽飼育ね、大きくなりすぎると不人気になっちゃいますんで、このぐらいのサイズでね、可愛く綺麗なものを集めて飼ってもらえれば、水槽はね、見栄え良くなると思いますね。はい、9センチのドイツオーブンですね。はい、こんな感じでね、ヤフオクにね、出す鯉を、撮影してみました。これからね、出品するんですけども、まあ、よろしければね、皆さん、入札のほどよろしくお願いいたします。またこれからね、いっぱい数はいるんですけども、縦鯉だったりとか、あとはまあ選別して、まあ、跳ねたものとかも、まあ、これからオークションに出してみたいなとは思ってます。春先になりましたらね、展示即売会ということで売り出しの方をね、こちらの搭載の方をね、選別しまして出品していきたいと思いますので、引き続きチャンネル登録のほどしていただきまして、引き続きご視聴のほどよろしくお願いいたします。それではさようなら。